インドカワイルカは、玉ズメモ目、カワイルカか、カワイルカ族に分類されるクジラ類。本種のみで、カワイルカか、カワイルカ族を構成する。カワイルカウエカは、クジラ目に属する、トガの一つ。マイルカかなどよりも初期に分岐したグループで、祖先的な特徴を持つ。淡水から寄水域に生息する。分類についての詳細は、本文の分類学を参照されたい。 スースーとも呼ばれる。ガンジス川イルカは、ガンジス川だけでなく、インド、バングラデシュ、ネパール、ブータンを流れるブラマプトラ川、メグナ川、カーナフリー川、サング川に生息する。インドのバイクラムズラ保護区や、南バングラデシュのサング川における生息数は比較的多い。ネパールのカーナリー川にはごくわずかの個体が生息する。全生息数は不明であるが、 少なくとも数百頭、おそらく数千頭規模だと考えられている。インダス川イルカは主にパキスタンのインダス川に生息する。19世紀における生息域は現在よりも約5倍も広く、インダス川の支流である。サトレジ川、ラビ川、チェナブ川、ジェイラム川にも生息していた。シンド州における生息数が最も多い。 WWF パキスタンが行った2001年の調査によると、インガスカワイルカの全生息数はおよそ1100頭に過ぎない。他のカワイルカと同じく長く尖った興奮を有する。口を閉じた状態でも上下の顎の歯が露出している。興奮は先端の方が太い。目には水晶体はなく、光の強さや方向が分かる程度で、ほぼ盲目に近い。移動や 食物探索は反響定義を用いて行う。褐色系の体色を有し、体の中央部は大きい。背びれはなく、三角形の小さな隆起があるだけである。胸びれや尾びれは細く、体長と比較すると長い。体長は、オスが2メートルから2.2メートル、メスが2.4メートルから2.6メートルである。ガンジスカワイルカピーガンジェッキカとインダスカワイルカ。 p マイナーの2種とする説もあった。一方でこれらは外観では区別できず内部形態でも個体単位では区別ができないとして一種にまとめに足とする説もある。もともとは1801年にロクスバーグによってインドカワイルカとして一つの種として分類された。ところが1970年代になってインドカワイルカの生息域は インドのガンジス川とパキスタンのインダス川に完全に分かれており、長い間交雑していないことが分かった。頭蓋骨の特徴などを調べた結果、別の種であるとして分類された。すなわち、ガンジスカワイルカとインダスカワイルカである。しかし、1998年、ライスはガンジスカワイルカとインダスカワイルカの形態的な際は別の種として分類するには、 不十分であるとした、ライス98。このライスの分類に従えば、種としては、インドカワイルカ一種のみが存在し、アッシュとして、ガンジスカワイルカとインダスカワイルカに分類される。現在では、このライスによる分類法に従うことが多い。ライスによる分類、ライス98カワイルカか、プラタニスティーデイライス以前の一般的な分類、カワイルカか、 プラタニスティーデイ寿命などは不明である。川底近くに生息するエビや小魚を食べる。現在では単独で行動する様子が観察されることが多いが、以前の個体数が多かった頃には軍をなしての行動が観察されており、本来は数頭で軍をなして行動するものと考えられている。1975年のワシントン条約発行時からワシントン条約付属書 I に掲載され、 1981年からは、ガンジスカワイル家族単位で、ワシントン条約付属書 I に掲載されている。両足とも、生息流域の人間の行動による多大な悪影響を被ってきた。個体数の壊滅的な減少の原因の一つは、巨毛による根核である。油や肉を塗り薬、性欲増進剤、ナマズの餌などとして使用するための捕獲は、現在でも行われている。 灌漑が原因となって生息域における水位の低下も発生している。工業排水に含まれる有害物質の排出や農薬の河川への流出などによる水質悪化も個体数減少の原因となっている。個体数激減の最も大きな原因は生息流域に建設された50基以上のダムだろうと考えられている。ダムは カワイルカの生息域を完全に分断してしまう。繁殖に関わる個体数が減ることにより電子の拡張が減少し、生物としての力の低下が起こってしまう。インダスカワイルカについては、保護が適切であるならば生息し続けることが可能で、あろうと考えられている集団は3つ存在する。インダス川のイルカの頭蓋骨ガンジスカワイルカ、インダスカワイルカともに、スースーと呼ばれることがある。 英語では、ブリント・リバードルフィン、サイド、スイミング・ドルフィン、スース、ブーランといった別名がある。ガンジス・カワイルカの英語での別名としては、ガンジェティック・ドルフィン、ガンジス・スースがある。インダス・カワイルカの英語での別名としては、ブーラン、インダス・ドルフィン、インダス・スースがある。デール、W ・ライス、マリン・マーマルズ・オブ・ザ・ワールド。 シストマティックスディストリビューション、ソサイティー・オブ・マリーン・ママラジー、スペシャル・パブリケーション・ナンバー4、ピアニッシモ、231、ランドル、アール・リーブス、ブレント・エススチュワート、フィリップ・ J ・クラパムジェームズ・ A ・パウエル、ナショナル・アウズボン、ソサイティ・ガイド・ツー・マリーン・マーマルズ・オブ・ザ・ワールド、アルフレッド・ A、クノーフ、 インク、ISBN 0-375411410コンベンションオンマイグラトリースピーシーズページオンザガンジスリバードルフィンウォーカー SMAMMALSOFTHEWORLDONLINE-GANGESRIVERDOLPHINCETA.org ページオンガンジスリバードルフィン 海正哺乳類図鑑、ガンジスカワイルカ国立科学博物館動物研究部海正哺乳類図鑑、インダスカワイルカ国立科学博物館動物研究部、カワイルカウエカ。ありがとうございます。